はい、皆さん、こんにちは。気持ちです。英語ラクやってます。骨じゃ難動ではす。い。さあ、今回なんですけれども、またまた、チャレンジの結果発表の回ですよ。トイック以外に挑戦している、まあ、資格とか検定とか、まあ、もろもろですよ。前回は美術検定の3級だったと思うんですけど、37個目になるのか、8個目になるのかな。手のベルトでね、チェックせずに調べちゃった時、話し出しちゃった。もう分かんなくなりますね。 多分38だと思ったんで、38だと思うんですけれども、間違ってたらテロップ入ります。38個目の資格というか、検定です。で、じゃーん。ボイトレでございます。おめでとうございはい。ます。青山ボイスメイクアップアカデミーの中での認定試験で、初級、中級、上級という、まあ、カテゴリーがあるんですけれども、その初級に昨年12月に挑戦をいたしました。そこで無事にこの初級の技能をクリアしているということで、認定証書を頂戴しました。イおめでとうごエざいます。ーイ。はい。実際、ボイトレの効果は出てます。正直言いまして。まあ、もちろん噛みますよ。噛みますよ、もちろん。噛んじゃうけれども、まずね、ちょうど今、スピーチコンテストの真っ最中なんですよ。確実に変わったのが入ってる単語量。そうですね。原稿を見ててもすっごい量多いですもんね。それでもタイムオーバーしない。しない。ちゃんと聞き取れてもらえてるっていああ、確かに。う。ブワーって喋っても、わかるね。全然聞き取れるよ。バーッと話すってことは、パッと止まる間だったりとか、大事なところをゆっくり話すっていうところで、緩急がすごくつきやすい。そうですね。ただね、全然できてないこととかもたくさんある。英語の発音を、発声をするために、こう、声帯を開いて、こう、ここで喋るようなことを意識して10年以上経つんだけど、そのおかげでね、ここら辺を響かせて話す話し方ができてないの。レベルが高すぎてちょっとよく意味がわからないんですけど。ここら辺とかね、ふーんっていう、ふーんっていうような感じの響きで話す、アナウンサーの方とかが話すような話し方がね、できなくて。アナウンサーになるんですいか？やいやいや、ほら、原稿とか読む練習やったりするのよ。CM で使われてる文を読んでみたりとかね。で、それをね、なんだろう、例えばこう、技能基準をクリアしたことをここに称し、みたいな話し方しちゃうの。低めってこ技と？能基準をクリアしたことをここに称し、みたいな話し方ができないっていうか、ああ、爽やかな話し方。そうそう、通るようなね、怒鳴ってなくて響くっていう、なるほど。そういったものとか、まあ、時々やったらこのリップローンで、プル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 っていう、プルプルプルっていう、これのね、ここの筋肉を柔らかくして。いや、あのね、ファーストテイクっていう YouTube 知ってる？知らないでアーティす。ストの方たちが、もうほんと一発撮りでファーストテイクをああ、そういう、こう動画に出すっていう、多くのシンガーさんやってるから。ああ、そうなんですね。そのファーストテイクで自分が見たのはね、「鬼滅の刃」のテーマソング歌ってたリサさん、ファーストテイクでこうマイクを前にやってた。ああ、やってるやってる、リップロールの。そういったことをやったり、もちろん、あいうえおあおとかいう滑舌をやったりとか、そういったことも、まあ、トレーニングの中に入ってるんですけそど。れ自体がテストの内容、それやってくそださいみたいなう。感じそうなんですそうそう。ね。メトロノームのスピードに合わせて、例えば、あといを交互に言うとかね、あいあいあいとか。それが初級よりも中級、中級よりも上級の方が、このメトロノームの進みが早いとかね。今、230ぐらいで俺やってるのかな。どれぐらいの速さか、数字だけでちょっとわからないんです。ラそナう。ラナラナラナとか言ってもね、ちょっラとナが、と、なら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 ラナ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 みたいな感じで、なるほそういうのど。やったりしてて、15分のレッスンを受けて、まあ、それ以外、お風呂とか、歩いてる時とか、そういうとこで、劇団四季のほら、トレーニングみたいに母音で話すとかね、あなたはだったら、ああ、ああ、おいうえいわ、う、あいおえう、みたいな、それをちゃんと母音を意識して話すと、滑舌としては、よくなるから。あ、そうなんですね。そ中級はまう。た中受級けもるん受でけすまか？す。もちろん受けます。中級はね、なんか先生が、もうそろそろ中級受けてもいいんじゃないって、こう、言ってくれないと受けれないみたいなので、なるほど。普段から言ってます。次どうするんですか、木本さんって言われて、もちろん中級でやりますよ。
中級を意識したトレーニングお願いします。ああ、なるほど、なるほど。じで、ゃあ、なんだったら上級を意識したトレーニングお願いしますって言われたら、その230とか。先生になるのにもやっぱり訓練と試験があるらしくて、やっぱ当たり前だと思うんだけど、学校でね。先生のレベルだともうそんな、500ぐらいとかで。でも230以上とかあって、息の長さとかももう20秒とか当たり前で、ごいですね。腹圧こうお腹をへこませずにお腹をこう力こう、先生だからずっとお腹を抑えられたりとかで、トレーニング中なるほ負ど。けないように、この手に負けないように押し返してくださいみたいな感じでやったりとかして、すごい汗かくよ、だから25分運で。動部みたいですそうそう、めっね。ちゃ暑くなるもん、冬なの、冬だったけど。そういう。で、あとね、年間に何回か生徒さんの発表会があったりするので、それも励みになるっていうね。今度はなんか歌を歌うっていいろんなうね。才能が開やってきみまて。すね。そうなんです。ということで、またこれからもね、初級に終わらず、中級、上級と狙っていきたいなというふうに思ってますので。はい。これからも、気持ちともに何かしらの挑戦、チャレンジスピリッツをなくさずに日々生活していきたいと思ってますので、よかったらまた応援してもらえたらなと思います。はい。それではまた別の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございます。お疲れ様です。できないよね、トゥルルとか。外向きはできます。お、やってみて。